にちは、こんばんは、ございます。創作ウェブチャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日もですね、ジャンク品の購入品紹介になるんですけれども、こちら、ちょっとこれなんですけど、こちらソニーのブルーレイ、レコーダー BDZ-ZW1500 というモデルになるんですけれども、こちらですね、某リサイクルショップで、ここに見えますかね、はい、ジャンク100円あるわけなんですけれども、ジャンクで、100円で売られているレコーダーなんで、当然動かないとか、あるいはこの中のハードディスクとかが抜かれちゃってるとか、いうものかなと思うんですけれども、このシンプルな機体の、この大きさからしてハードディスクは2.5 インチかなと思ったんですけど、ただこう持った感じに、ね、結構ずしりくる感じがあるんで、3.5 インチの普通のハードディスクが乗っかってる、まさかそのジャンク品なのにハードディスクが抜かれてないというんじゃないかなと思ってね、一応買ってみたんですけど、外観はですね、見ての通り、ここですね、ここドライブの、フロントフェースがないです。はい、多分なんかドライブをこう開けた時に何かを引っ掛けて、その表面だけ取れちゃったのかなという感じはしてて、天板もね、めちゃくちゃこう傷だらけで、だいぶこれ手荒れに使われたのかなっていう気はしてて、でバックこの背面はこんな感じになってますね。はい、で前がこう開くんですけど、パッと開いて、でここに、B キャスカード差し込み口、USB の端子、ここにリセットボタンがあるんですけど、これここしか使わないのにこっちまで開く必要があるのかっていう気はするんですけど、それは置いといてですね。でこのレコーダーがですね、この値段で売られてるんで、随分、古いやつなのかなと思って、この背面のですね、ここを見たらですね、なんとですね、19年製と書いてあります。19年製って、平成19年じゃねえのっていうふうに一瞬思ったんですけど、普通に考えて2019年製、去年の製品ですよね。なので、本当にジャンク品の本当に最終処分場みたいな、リサイクルショップで売られていたのがその2019年製のものだっていうのは、一体どんな使い方をすれば、その店のこのジャンク品コーナーに、無造作に置かれるようなものになっちゃうのかっていうのはちょっとわからないんで、ちょっといろいろチェックしてみたいなと思います。はい、ちなみにこの製品、製品としての発売は2017年で、でこの製品は19年の製造であるということ で、スペックで言うと、ハードディスクは1テラで、デジタルチューナー、地上波 BS110CS がそれぞれダブルで乗っかっているというものなんですけれども、あとこれ、付属品的には全くなくて本体のみでしたね。はい、リモコンもついてません。はい、じゃあとりあえずですね、ちゃんと動くかどうかだけちょっと動作確認してみたいと思います。通電させるとここに Wait っていう文字が出てますけど、はい、電源入れてみましょう。おっと、ハロー、というわけで、ちょっと画面が切れてるかもしれないんですけど、一応はですね、初期設定の画面になってますね。はい、ただですね、さっきも言ったように、リモコンがないんで、
これ以上の、操作がちょっとできないんですけど、一応ですね、この状態でブルーレイディスクが再生できるかどうかのチェックをしたいと思います。じゃあこの以上、なんかちょっとトレイがすんごいゆっくり出てきましたけど、ブルーレイを入れてみます。ディスクを確認していますと出てますね。ディスクを読み込んでいます。はい、画面切り替わりまして、はい、というわけで、再生ができてますね。はい、またこれ、メニュー画面なんですけど、やっぱリモコンがないんで、こっから先に進めないんですよね。本編スタートっていうところを、まあ、リモコンで OK すれば、再生始まるんでしょうけど、これ以上の確認はちょっとやっぱできないんで、まあ一応再生はできてるのかなと思うんですね。はい、多分これ本編もちゃんと再生はできると思うんですけど、とりあえずここまでですね。はい、じゃあちょっと分解していきたいんですけども、まあね、特別分解する意味っていうのはあんまないんでしょうけども、まあ、この分解の手順ですね。それの、まあ、何かの参考になればなと思ってやってみようと思います。では、まず、この本体の背面なんですけど、背面の両端にシルバーのネジが1本ずつあるので、まずはそれを外していきます。でまあ、大抵の電化製品っていうか、まあ、AV 機器はこれでこう電波がガバッと開くんじゃないかと思うんですけど、まあ、このままちょっと開かないんで、実はですね、このサイドのこのパネルですね、これが外せるようになってまして、このネジを外した後若干後ろに引っ張ると少し動くので、それで外側に持っていくとこうパネルが外れます。反対側も同じように後ろにずらすとこのパネルが外れます。はい、そしたらこのサイドに、ここにちょっとなんか丸っぽく見えるやつがあると思うんですけど、多分ですね、これ本来ここにもネジが止まってるんだと思うんですけど、まあ、このジャンキン、いろいろちょっとネジが足りてないところがありまして、ここに本当はネジがはまってるのかもしれないですけど、まあ、これネジを多分外してもらって、ここをちょっと手前に引っ張る感じで持ち上げる。で反対側にも同じようにこのネジがはまってたっぽい穴があるんで、左右のネジ穴のところを持ち上げてちょっと前に出しつつ、こうすると外れるっていう感じですね。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、まあそんな感じで外れます。でこの天板の裏側なんですけど、何か所かこう多分爪があったと思うんですけど、それが完全にポキポキ折れてるんで、これは前のユーザーがね、多分かなり無茶な分解をしたんじゃないかなという感じがします。はい、で本体の中身がこうなってまして、左から、ブルーレイのドライブで、なんとハードディスク入ってます。ちゃんと1テラのハードディスクね、東芝製のハードディスクですけど、1テラのハードディスクがちゃんと入ってます。はい、で、まあ、この辺がコントロール系の基板で、こっち側は電源の基板かなと思います。はい、でこのテストの段階でいろいろちょっと調べてみたんですけど、まずですね、買ってきて、最初にチェックした時は電源は一応入
入ったんですけど、この、ディスクドライブのトレイが全然こう出てこなくて、でこう本体をねちょっと軽く揺するとカラカラカラとかガチャガチャっていう音がするんで、もしかするとなんかギアとかなんかが欠けちゃって、トレイが開かねえのかなと思ってたんですけど、このトレイをですね、この両端をちょっとずつこう引っ張りながら出してやると少しずつなんかトレイが動く感じがあったんで、それで、出してみたところですね、なんと中には B キャスカードがトレイに載ってました。はい、何をもってこれを入れたのかはちょっと分かんないですけど、まあ、ワインユーザーさんが売る前になぜかこのディスクトレイに、ね、ポンって乗っけて、閉めたのかなと思います。はい、さらにですね、またそのトレイの開け閉めがそれだけではなんかこうスムーズにいかなかったんで、何なんだろうと思ってグイグイ引っ張って、でこの、この辺の中あたりにそのトレイの開閉をするゴムベッドのかかってるローラーがあるんですけど、そこのそばにですね、なんとこれがありました。これが3つ、これなんだかわかりますかね、カラーボックスとかの棚をこう内側にこうくるくるくるって止め締めて棚を固定するネジですね、あれだと思うんですけど、あれがなぜか3個この、トレイ開閉のローラーのそばにあって、これがトレイの開閉を邪魔してたみたいですね。一体これ何なのか全く謎ですが、これが入ってました。はい、はい、というわけで、ソニーの PDZ-ZW1500 の動作確認とちょっとした分解だったんですけれども、まあ100円で買ったと思えばこの 1TB のハードディスクがついていたことと、まあ再生ができたということで、まあ完全に元は楽勝に取れてると思うんですけど、ただもう製品としてその録画の確認がちょっとできてないので、まあリモコンがないとね、とにかく何の操作もできないんで、まあオークションか何かでちょっとね、リモコンは入手して、その後の動作確認をしてみたいと思うんですけれども、まあね100円で買えたにしては良かったなという製品でございました。はい、というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画を見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。